ニ園スペシャル WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。それではこの試合の解説ゲストの皆さんをご紹介してまいります。解説は元 WBA スーパーフェザー級ライト級2階級チャンピオン畠山貴則さん、そして元 WBA ミニマム級チャンピオンの星野慶太郎さんのお二方です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。そしてゲストには元 WBC 世界バンタム級チャンピオンおなじみの辰吉丈一郎さんです。辰吉さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ畠山さん、はい、まあ、これが日本のまあボクシング史上では初めての世界戦でのラバーマッチということになるんですが、楽しみですね。はい、徳山が1年1ヶ月ぶりそのブランク。さあいよいよ運命のゴングが鳴りました。決着の時がやってまいりました。第1ラウンド、星野さん、はい、この第1ラウンド去年の6月28日 ね、はい、強烈でしたよ ね、 そうですね、やっぱり警戒はしてると思うんで徳山選手が、これ星野さんどういう感じの、はい、まあ、出方、特に徳山ですね、どう出てきますか、読みどういうふうに読みますか。自分でも言ってた通り右ストレートをね当ててくると思うんですよね。あ、今強烈な右ストレート、はい、はい、そのパワーではやっぱ川島選手の方が上なんで、うまくかいくぐって、はい、パンチをかわしながら攻めていってほしいですね。はい、畠山さん、はい、徳山、まあ、1年ぶりの世界戦というと実はね畠山さんもご経験があるわけですけども、ね、どうですか実際のところ。いや1年ぐらいはね大したことないですよ、徳山選手もかなりスパーリングこの試合やってきましたからね、はい、実戦練習は全くやってなかったら違うんでしょうけど、はい、実戦練習もやってますし200何ラウンドもやってきてますから120ラウンド、1年間ぐらいのブランクはどうってことないです、はい、あの表情とかこの様子ご覧になっていかがでしょう、うん、だけどねちょっとあのリング上がった時の表情はですねちょっと硬いかなって感じがしたんですよね。あ、なるほどね、はい、星野さん、はい、本人はねやっぱり上がってもし交えるまでは多少は不安だと思うんですけど、はい、1ラウンド終わるまではちょっと緊張してますけどね。なるほどね、はい、1ラウンド47秒、衝撃の、まあ、TKO がありました。おっと右のボディ思い切って殴ってきます。星野さん、はい、ちょっと力が入ってるようにも見えますけどね、ちょっと硬くは簡単に右を合わせてきました。徳山左を伸ばしていきます。さあ間もなくその衝撃の1ラウンド TKO のタイム1分47秒が間もなく経過しました。今1分47秒経過。畠山さん、川島の出だしというのはいかがですか。そうですね、落ち着いてますね。あの逆に徳山選手の、まあ、いつもよりあの負ける前の試合よりはね、やけどかもあるんですけど、はい、あのちょっとあの気合入りすぎてるかなって感じしますね。なるほどね、はい、あ、右を伸ばしてから左をフォローしていきました。体を振って願っていくところ、ボディから右、今の左フック、川島選手の左フック、いい角度が入りましたね、はい、足を使って右のストレート。星野さん、はい、あの去年の第1ラウンドと比べるとやっぱりちょっと違いますね。ちょっと硬さが取れてますもんね。そうですね、徳山選手は徳山のね、はい、あ、左を伸ばしました。川島左を伸ばしていく。畠山さん、はい、川島は実力と本来はこの左のジャブというところからこう試合を作っていく選手ですもんね。うん、そうですね、ただ前回の試合はですね、はい、徳山選手の左ジャブの打ち終わりに右ストレートを狙って当てたんですよ、はい、あーっと右のクロスだ、右のクロス、そして川島が右にもっと前を切ったか。第1ラウンド上々の立ち上がりです。徳山第1ラウンドの立ち上がり、かなりまあ、予想通りといえば畠山さん予想通りだったとは思うんですけども、いや僕は徳山選手が思ったより出てきたなって思いました。あ、そうですか、はい、大橋会長はね出てくるんではないかと読んでましたけど、そのあたりのところが果たしてまあどうでしょうか。改めて放送席をご紹介します。畠山貴則さんと星野慶太郎さんです。まず畠山さんから伺いましょう、はい、第1ラウンド出だし、やはり徳山ですか。徳山さん好調でしたね。好調、プランク全く感じさせないですよ、はい、第2ラウンドが始まりました。星野さん、はい、まあ、星野さんはディフェンスマスターと異名を取るそのディフェンスの名手なんですけども、はい、川島のディフェンスのうまさというのは前伺いましたけども、はい、徳山というのはディフェンスどういうタイプのディフェンスをしますか。その懐が深いんですよね、中に入れさせない、はい、左ジャブを使って、はい、みたいな、そうですね、はい、ジャブを使って中に入れさせない、それで防御になってるんですよね、左が。
そのボクサーにとってのウェイトトレーニングの、まあ、難しさというのはどうでしょう、はい、星野さんお感じになりますか。僕はそれといってやってなかったので、はい、今回徳山選手相当ウェイトトレーニングを重視してやったらしいんで、はい、左のジャブのダブルをつきました。徳山左を伸ばしていきます。放送席久保さん、はい、どうぞ。赤コーナーサイドですが、1ラウンドが終わったところでですね、大橋会長はいいよいいよ落ち着いていこうよ、ボクシングを楽しんでいこうよという感じで陣営全体に落ち着きが感じられますね。はい、久保さん、はい、一方青コーナーの徳山サイドですね、いいペースでいってると、金沢会長リズムがいいよと、右フックだけ相手気をつけろ、とにかく自分の距離でいこうよ、そういう風に話しました。はい、左はちょっと相打ちか、いや川島の方がそっといいか、左のジャブを見せました。赤コーナー川島サイド四谷秀治アナウンサー、青コーナー徳山サイド上草勇樹アナウンサーです。左を伸ばしていきます。左のボディ、川島選手の左フックが本当怖いですね。あ、なるほど。この試合のレフリーはイギリスのイアン・ジョン・ルイスさん43歳、日本は初めて、今回が16回目の世界タイトルマッチです。大きく左を振った、右のストレートカウンターで伸ばしてまいりました。畠山さん、はい、川島の左がなかなか、まあ、いいように見えるんですけどもね、どうでしょう。うん、いいパンチは打つんですけど、いかんせん徳山選手の数から比べると数が少ないんで。なるほどね。やっぱりポイントということを考えた場合、はい、やはり数の多い徳山選手、こういう展開だと有利になっちゃうのかなと感じますね。それから畠山さん、先ほどの話の続きなんですけどね、はい、このブランクというので、まあ、周りの人がよく言うことは、果たして12ラウンド そのスタミナがどうかと、そのあたりのところなんですけどね。それはもう彼もね、もう30戦以上やってるベテランですから、はい、そこら辺は仕上げ方も知ってるでしょうし、戦い方もやっぱり体が覚えてることなんで、1年ぐらいじゃどうってことなんですよ。なるほど。1年1ヶ月左のボディーブロー、左を伸ばしていきます。時計回りに回転する画面の左側、徳山雅盛前チャンピオン、ワンツー左、これは空を切っています。残り時間も25秒を切りました。第2ラウンド早い展開、ちょっと距離は徳山選手の距離ですね。そうですね、はい、ここでクリンチになりました。第2ラウンドももう残り時間10秒を切っています。足を使いながら交代していきます。ワンツー、ここでゴング、第2ラウンド終了しました。達也さん、まだ序盤ですが、ここまでご覧になって徳山選手いかがですか。いや、いい状態ですね。まあこれまでわからないですよね。でも流れ的にはすごくいい状態です。今達也さんから右、今いい徳山選手、いい右ストレート、いい右ですね。左のラウンドから当たってますからね、右のストレート、ボディを狙っていきます。星野さん、はい、徳山のですね、その右あるいは左、特に左がこの右のストレートですね、はい、これちょっと川島もらってますね。ちょっとつなぎが早いから読めないんじゃないですかね。読めない、はい、体を振って潜り込んでいこうというところ。右から左のフック、左を伸ばして左のフックが空振り、右を伸ばす、ステップバックで下がりました徳山です。ウェイトトレーニングをやったことによって、はい、そのスピードが失われるんじゃないかという心配を徳山選手は僕持ってたんですけど、はい、全然ない、そんな心配ないしね。ここまではないですね。負ける時よりもあるんじゃないですか、なるほどね、はい、大きな左のフック、右から左、左を伸ばす、右をクロスで狙っていきました川島、ボディからそして潜っていこうという左のボディ、これはしかしなかなか、あっと右のストレート、徳山の右のストレート、そして潜ってクリンチ。星野さん、はい、この辺りのところは完全に徳山のリズムですね。ですね。でも今ちょっと川島選手の方がちょっと抑えてるような感じですね。抑えてる、はい、じりじりっと前に出よう、右のストレート、畠山さん、今のちょっと浅かったですか。そうです、ブロッキング、川島選手ブロッキングしましたね、ちゃんと。ああ、なるほど。また少し下がって右のストレートを狙っていく、左を伸ばしていきます。左のダブル、まあ、練習では川島はかなりよくそのウィービングの練習をしておりましたが、その速い動き、スピードは大橋会長もそのあたりはスピードアップされてきたというふうに記者会見でも話していました。
残り1分を切りました。第3ラウンドこの距離は畠山さんどうですか、やはり徳山のゴルフですか。そうですね、まあ、抑えてるのかいけないのか、チャンピオンですね、はい、これはチャンピオンの強打なんです。左のフックです。ワンツーまた左入ってくるところ、右のフック、左のフックです。徳山の左のフック、やっぱチャンピオンはですね、だん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 プレッシャーが強くなってきましたね。この左を伸ばしてくる、左をもう一発当たった、また左、川島の左です。チャンピオンの左、ワンツーワンツーが右のストレート。しかし星野さん、はい、打たれてもこう川島あんまり交代することはありませんから ね、 ですね。右のやつ、右のやつ、しかしまた右の中央、右のダブル、ここで第3ラウンドロングです。徳山の素晴らしい右のストレート。体格比較をご覧いただいています。この中で何といっての注目は徳山雅宏が驚異90センチ、去年よりなんと星野さん、はい、驚異 4.5 センチ増えてるんですよ。すごいですね。すごいですね、まさに筋肉のオブジェ。大きな右を振るってまいりました。あ、畠山さん、去年の川島のような右のロングフックだったんですけどね。まあ、さっきも脅威の話してましたけど、はい、通常徳山選手と川島選手は、はい、徳山選手の方が身長が5センチ以上高いわけじゃないですか、はい、通常であれば背の低い川島選手の方が脅威とかそういうのは太いはずなんですけどね、はい、逆に背の高い徳山選手の方が脅威があるっていうことはちょっと意外でしたね。あ、なるほどね。ワンツーですがこれは届きません。ことで久保さん、はい、どうぞ。高コーナーですが、はい、大橋会長はですね、まあ、ちょっとこうペースが握られているようですがと私話したんですが、はい、まあ、このままでいいと、必ず相手は失速するというふうに言ってます。なるほどね。久保さん、はい、一方の青コーナーなんですが、とにかく金沢会長は気を抜くなと、相手のもうとにかくフックには気をつけろ、はい、あとはガードはしっかり固めろという指示を出して送り出しました。なるほど、こっちのペースだということですね。こっちのペース、はい、はい、確かに星野さん、はい、ペースとしては徳山です ね、 ね、はい、これは今の段階では握っているような感じですもん ね、 ですね。ただ川島選手の陣営がその中盤から出ようという作戦でしょうから、はい、今このままでいいんでしょうね。畠山さん、まあ、体力という面ではもう本当に川島は自信度はすごいですからね。そうですね、まあ、ただその失速をね、するということを前提に話したんであっては、はい、結局自分の力じゃないというか相手頼みというかね、はい、そういうことがあるんで、はい、徳山川島選手としてはですね、やっぱり相手の失速を待つんではなく自分から行かないと、はい、失速するってことを全体に考えてるとね、ちょっと偉いことになるかなと感じしますけどね、はい、今飛び込んでいきましてパンチを3発出しましたが、いずれも空を切った。右のボディーブロー、右のストレート、徳山の右のストレート、大きな右をかぶせていきます川島。しかしあれですね、徳山選手ハイペースですね、はい、ハイペースですね、はい、右のボディ、あえて畠山さんもう一度伺いますが、はい、このハイペース、はい、どうしてもちょっと心配になる部分あるんですが、どうですか、大丈夫ですかね、やっぱり。そうですね、まあ、この試合お互い減量はしてきたと思うんですけど、減量の下幅ってのは多分明らかに徳山選手の方がね、したと思うんで、確かにスタミナっていうのは不安ではありますよね。なるほどね、まあ、確かにそれ以上のトレーニングはしてきたと思うんですけど、まあ、そうでしょうけどね、はい、苦しい練習を課してきました。チャレンジャー、右ストレート、徳山の右のストレート、左のダブル、トリプル、左のフックから右、これはブロックしています川島。川島の手を出したいところ、左右に体を寄せてじりじりとプレッシャーをかけていきます。チャンピオン、右から左、空を切る、ボディボディ、イエス、またボディを狙っていく。星野さん、はい、この辺りそのボディ攻撃がいいんじゃないですか。そうですね、足を止めるっていう感じですね、はい、また追い詰めをしていこうというところ、右のアッパーです。左を伸ばしていく、懸命に左を伸ばす徳山、ここでゴングです。第4ラウンドが終了しました。あっという間に4ラウンドが過ぎました。星野さん、はい、ここまでは採点いかがですか。やや徳山選手いいですね。やや徳山、はい、畠山さんいかがでしょう。そうですね、僕やや徳山選手いいだと思います。なるほどね。さあ、これから中盤に入ります。第5ラウンド、相変わらず細かい左のリードを出してまいります。チャレンジャー、前チャンピオンの徳山雅宗、わあ、右今当たってますか。カバーしてますか。カバーしますか。全然カバーします。ああ、なるほど。左を伸ばしてきます川島。なかなか強烈な右ですが、川島もよくブロックしています。
星野さん、はい、今のこの辺りのブロックというのは川島やはりお得意のところですか。そうですね、そのブロッキングからその攻撃につなげるという、はい、いつものパターンですからね。いつものパターン、はい、左を伸ばしてきましたが、ここでまたリングの中央ボディです。右のボディなかなか強烈、左のボディ、これはなかなかいいボディでした。じりじりと距離を詰めていくチャンピオン川島の距離か、左を伸ばしていきます、ついていく、左のボディブロー、リングでしたね、はい、飛び込んで左、左のフタクラブリ、右のボディです。徳山、徳山下がる、左のボディ、左のボディだ、ボディ乗ってくる。畑村さんどうですか、今のボディちょっと効きました。いや、けどガード越しでしたけど、ええ、ただあれはね、ええ、腹に直接入らなくてももらった方が嫌なもんですよ。あ、そうなんですか、はい、わー、大きな左だ。星野さん、はい、あのちょっとですね、こういった今のような大振りが川島の前がちょっと目立つんですけどね。もうあれを当てたしてうずうずしてるってのはね、見て分かりますからね。あの左のフックですか、はい、徳山選手が本当に接近戦には本当注意してますからね、はい、右左、うん、そしてまた右左をつく、右から左、左のジャブ、まだ交代する、あーっと左、今度は川島の左です。右のストレートは空振り、冷たいところうまく距離を取っています。チャレンジャーの徳山、ワンツー、川島のワンツーは空を切りました。左をつく、左をつけて右のクロス、また右のストレート、左、徳山の左です。あー、いい、いい右だ、しかしどうだ、効いては、畠山さん効いてないですね、大丈夫です、川島選手は効いてますね、カブですよ、この選手は、あー、ただ目が、あーっと左の目尻が切れましたかね、切れましたかね、はい、右コーナーに追い込んでいるのも右です。右のストレート、徳山がいい、左を伸ばす、接近戦、また離れる、低い位置、体を寄せていきました、リングの中央に戻ってくる。まあ星野さん得意のスリッピングアウェイで、はい、強烈な徳山の右をうまくパンチを殺しました川島ですね。ただ今日は徳山選手パンチ切れてますよ。そうですか、ね、お残り10秒第5ラウンド、ワンツーです。ワンツーから左、よく手が出ています。徳山交代します。左のフック、ショート、左を伸ばす、飛び込んでいった、右だ、ここでゴング、最後川島の右がヒットしたところでゴングです。あ、これは第5ラウンド、右のストレート、まあ、ジャストミートではありませんでした。第6ラウンドに入ります。畠山さん、はい、やはりちょっと目尻切ってますね、川島がね、はい、ただそれほど深くはないと思いますね、はい、これ以上やっぱり右ストレート空洞だと傷口が開いてきますからね、はい、どうやらこれはバッティングではありませんで、パンチによる傷のようです。ワンツー、左のアッパー、フェイントを入れています。右のストレート、左を飛びつけ、飛び込んでいっての左ですが、これはグローブでブロックしています。徳山放送で久保さん、はい、赤コーナーですが、大橋会長がこの回から行きますよと言ってました。おお、第6ラウンド、星野さん、はい、そういう、まあ、大橋会長の話ですけどもね、はい、でも徳山選手がまだ動きは鈍ってないですね。鈍ってないですね、はい、もうリズムに乗ってますね、右のストレート、左のフック大きく振ってきた、あーっと、これは大きい、これは大きい、この一発ではちょっと難しいでしょう。自分のリズムでね、今完全に徳山選手ペースじゃないですか、はい、自分のリズムで戦っている時っていうのはすごい楽なんですよ。あ、そうなんですか。疲れないんですよね、不思議なもんで。逆に相手のペースで戦っていると疲れるんですよ。なるほど、まあ、畠山さん、この場面をチャンピオン側としたらどういうふうに打開していくのがいいでしょう。そうですね、やはり体を振って今みたいにですね、徳山選手のジャブを、平ジャブを食わないことですよ。あ、平ジャブね、そうすることで中に入っていきますし、はい、パンチが当たらなくなれば徳山選手も平ジャブ出せなくなってくるんですよ。なるほど、はい、どうぞ。青コーナーなんですけどもね、川島の回ではね、ちょっと川島選手が混乱してるんじゃないかなっていう話をしてましたね。なるほど、徳山の調子の良さに。で、金田会長はですね、いさめましても入っていくな、行くなよというふうに逆に徳山に言ってましたね。あ、なるほどね。あ、右だ、徳山の右、ボディから左をフォローしていきました川島。今それから星野さん、はい、ちょっと川島と徳山頭ぶつかりました。ぶつかりましたね。徳山選手はちょっと低く入っていって、それがぶつかった感じでしたけど、はい、レフェリーが注意してないんでね、はい、それによる出血はどうやらないようです。リングの中央にまた戻ってきました。うまくダッキング、右を伸ばしていく、左右のパンチを振りますが、どうしても
顔面にヒットさせることができません。チャンピオン右のストレートだ。これも右のストレート。畠山さん、本当にいい時の徳山という感じですね。そうですね、つける隙がないですね。ガードボディです。左のボディ動きが切れてきている前チャンピオンの徳山、3年連続 MVP、 そして8度の防衛はもちろん伊達ではありません。左のジャブ、フットワークを使う、時計タンタン回り、右のストレート、ちょっと川島さんの空振りが目立ちますね。目立ちますね。当てたいところですね。当てます。軽く顔面にヒット、右を持ちて引ってくる、また右、今のラウンドをご覧になっていかがでしたか。そうですね、川島君も一生懸命流れを変えようとしてるんですけども、ちょっとやっぱ徳山君も集中してるんで変わりそうないですね。さあ第7ラウンドです。ボディボディ2発、ローブローの注意を受けました。レフリーはイギリスのイアン・ジョン・ルイスさんです。この左が畠山さん本当効いてますね。そうですね、速いし綺麗し、この左が当たってるうちは川島選手は苦しいですよ。苦しいですね。大きく右から入るパンチを打ってすぐに交代。あーと、あー右のストレート、川島です。右のフック、ショートのフック、ボディから顔面、あーと右、大きく伸ばした右です。ちょっとそうどうですか、あの6ラウンドの後半あたりからですね、ちょっと戸田選手動きに鈍ってきたんですよね。あ、そうですか、はい、星野さん、はい、今ちょっと少しこう、まあ、聞いた、はい、リングクロスかなんか当たって、ちょっと聞いた感じがあったんですけども、はい、ラウンドの後半がちょっと失速しますよね、徳山。徳山、はい、左を伸ばしてくる。第7ラウンド1分はすでに経過しています。ここからが、まあ、星野さん、はい、逆に言いますと川島の本領発揮というところになってくるわけですからね、はい。わあ右のストレート、右のストレート、しかし大丈夫だ、歯を食いしばって前に出る川島、ワンツー。いやしかし強烈な左だ、川島の左、当たり始めましたね、うん、さあまた接近戦、右ラッパー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 だ、また右ラッパー、右ロック、いったくできるチャンピオンの川島。ボディからですか。そうですね、ボディから右アッパー当たりました。あ、左フック、ちょっと効いているか、徳山ちょっと効いているか、右のストレートを出す。あ、徳山選手やっぱ疲れてきましたね。あ、疲れてきている。右ストレート打った後にですね、はい、徳山選手も基礎があると思うんですけど、疲れてくると右ストレート打った後体が流れちゃうんですよ。あ、流れちゃう、相手の方に体を預ける場面が多くなるんですよね、ちょっと疲れたかもしれない。飛ばして右、右から左に伸ばす、リングの中央、川島前に出る、川島前に出る、距離を取る、勝負はここからでしょうね。あー、なるほど、はい、まあ本当に畠山さん、そのために苦しい練習やってきたわけですもんね、はい、これはテーピングです。あー、テーピングですか、はい、はい、第7ラウンド今ニュートラルコーナーに徳山雅紀、その徳山、地元の応援はすごいものがあります。大歓声が徳山の背中に降り注がれます。果たして返り咲きなるか、前チャンピオンの徳山、一方3度目の防衛がかかります川島勝茂ちゃん、現チャンピオン。左をついてくる川島が、左をついてくる、左のトリプル、徳山アッパーを狙っていく、右、あ、今合わせていった右です、右、おーすごい、大きな右、大きな右だ、また伸ばした、左ノック、今度は右を返した徳山、徳山右を返します。川島選手一発で流れ変えますから ね右ラッパー、大きな左、圧力が強くなってきた、プレッシャーを強めていきます川島、もうほとんど時間がありません。第7ラウンド、ここでゴング、激しい打ち合いでした。畠山さん、はい、この、まあ、徳山の伸ばしていくと得意のですね、突き上げるような左のジャブですよね。そうですね、まあ、アッパーとストレートの中間みたいな感じなんですけど、はい、
しかしあの川島の左のボディーブローでちょっと流れを変わりましたよね、うん、そうですね。あとワンツー、はい、高山選手自身がちょっとねやっぱ疲れてきたのもありますよ。ああそうですか。だって距離がやっぱ縮まりましたから、先ほどおっしゃってたようにあの右のストレートを打った後ちょっと体が流れるというやつですね。はい、ことで久保さん、はいどうぞ。赤コーナーサイドの大橋会長もね、もう時山確かに疲れてきていると、ええ、この調子でいけばいけるというふうに言ってます。なるほど。ただやっぱり川島選手としては休みなくね、相手を休ましちゃいけないんで、はい、自分も当然休めないですけど、はい、ここで見合っちゃったりすると相手は休めますんでね、もうとにかくもうバンバン前に出て、すごい。あーっと右だ打ちか左。星野さん、はい、そういうところではそのナバーロ戦の勝利というのは大きいでしょうね、はい、自信につながってます ね。あの試合も壮絶でしたからね、はい、さあリングの中央に戻ります。まもなく1分経過、第8ラウンド。右のクロスを狙っていこうところ、左を伸ばした相打ち、これは相打ちです。ワンツーから左3発を出しました。徳山にとってはこのラウンドの後半、そのあたりが課題です。右を出しながらサイドステップ、あーっと大きい、右のショート、徳山の右のショート、ここで両者クリンチします。またじりじりとプレッシャーをかけようというところ。畠山さん、徳山の左はどうでしょう。疲れたかなっていう時もあるんですけど、またこのラウンドなんかいいですね。あそうですか、ただ数は前半から比べたらちょっと減ってますよね。そうですね。それの川島選手がね、そこにつけられないと、はい、もう前半は取られましたんでね、このポイントは、はい、ここあたりから全然全開でいかないと、ポイントって考えた方がちょっと不利ですよね、川島選手。そうですよね、まあ、特にその手数というのが今非常にね、畠山さんね、はい、重視されてますからね、重視されてますからね。左のフックです。これはガードしています。左をつこうという徳山、残りあと間もなく45秒です。はい、コーナーなんですかね、はい、まあ、そのパンチもそうなんですけど、相手のパンチを不用意にもらうなと言ってますね、おっとちょっとバランスを崩したが、しかし大丈夫か。また低い姿勢、この低い姿勢です。ボディを打っていこうという、交代してまた離れる、追い詰めていく川島、左のボディ体重を預けるような徳山、左上空振り、あうわ大きい左です。左ノック、徳山の左ノック、星野さん、はい、川島はもうちょっと細かいパンチ欲しいですけどね。ただその徳山選手はそれをさせないんですね。させない、体を預けて手を出させないようにしてますよね。ここで第8ラウンドゴングが鳴りました。画面の左側、徳山雅盛選手の奥さんチェ・インさん、そして右側は4月の3日に結婚しました川島克嗣選手の奥さん玉木さんです。それぞれの家庭を背負っての、そして自分の人生を背負ってのこのリングでもあります両者。第9ラウンドに入りました。星野さん、はい、いよいよここからでしょうね、本当の勝負が ね。もう川島選手はもうさらにプレッシャー強めてくると思うんで、はい、徳山選手はそれをいなせるかどうかですね、はい、3発出ました徳山。徳山の左です。体を振っていく川島、ワンツーボディを打つ、右の負荷空振り、あー徳山右、左のショート川島です。30秒すでに経過しました。まだ距離を取っている、これは徳山の距離か。川島細かくグローブを動かしているが、ワンツー3発当たっていません。しかしパンチを出している徳山、ボディの打ち合い、このボディから上まで返したいですね、川島選手。あと左のショートです。左を打ち返す徳山、右を伸ばしたがここでクリンチです。ここでクリンチ、この畠山さん、このクリンチですね。こういう展開になってくると、チャンピオンはちょっと厳しいかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、逆にこれはもう徳山選手の戦い方ですね。そうですね、はい、でここでまたクリンチです。これ星野さん、はい、1回目の対戦の時はやはりこういうシーン ね、やっぱりありましたからね、ちょっと再現されてるような感じがしますよね、はい、ボディを2発、川島の左ノック、大きなフック、これがちょっと大きい、空を切りました。右のストレート、
右のストレートが左を伸ばす。残り1分を切りました。第9ラウンド、あー右一発を狙っていく、そんな感じのチャンピオンの川島。またここで少し足を使います。チャレンジャー右ストレート、右ストレート、右ストレートに徳山、まあ、綺麗に入りましたね。綺麗に入りました。飛び込んでいって今度は接近戦になったところでクリンチ、またボディを狙う。この辺りのところで畠山さん、ちょっとあの徳山としてはそうしたその打ってクリンチという戦法ですね、自らこう採用しているようなところはありますか。そうですね、徳山さん疲れたからね、結構やっぱりしぶといというか、うまいんですよ、戦いが老快というか、ね、やはりね、これがやはり徳山選手の、ね、持ち味だと思うんですよね、はい、前半はスピードで圧倒して、おお、すごい最後は打ち合いになりましたが、ここでコングです。達也さん、この3ラウンド見ていかがでした。まだちょっとまだ分からないんですよね、川島君が前に出てきてるんで、何ラウンド例えば一発の武器がありますから、用心しないと。第10ラウンドに入っています。右のストレート、あー星野さん、はい、また徳山が、まあ、このラウンドの立ち上がりというのはいつもそうなんですけども、リズムちょっと出てきましたね。そうですね、この試合にかける思いが伝わってきますよね、伝わってきますね、はい、あー左、あー危なかったですね、危なかった、大きな右だ、大きな右だ、パンチある選手ってやっぱこれが怖いですね。あーなるほどね、一発でひっくり返しますからね、そうなんですよね、今左、そしてその後の右も、まあ、完全にヒットしました。あっとアッパーから右ストレート、これはいいパンチです。わーっと右のアッパー、もうこれは川島チャンスとしては死に物漏れていかないと、全部最低でもこの10、11、12、3つ全部取るつもりでいかないと、そうでしょうね、判定だった場合はもうこれはちょっとやばいですよね、はい、ボディを狙っていきます。下から下からといったところでしょうか。またボディ接近戦、ボディ右のフックです。徳山、ああちょっと頭が当たりました。交代する、右のストレート、右のアッパーを合わせようというチャンピオン。川島選手の一発がなかなか当てさせてもらえないですよね、距離を取ります。この距離の取り方が絶妙、やはり畠山さんがおっしゃってましたけども、1年1ヶ月のブランク、あここまで見てると関係ありませんね。関係ないですね、素晴らしい、逆に良くなってる感じしますよ。あーなるほど、スピードなんかも前よりあるんじゃないかなって思います、ね、ワンツーから3つ、ワンツーから3つ、いずれも届かない。星野さん、はい、川島の場合はその踏み込みは前から言われていましたけど、もうちょっと踏み込みたいところなんですけど ね、 距離にいないんでしょうかね、徳山選手は。なるほど、さあまたクリンチ、ここで残り1分を切りました。第10ラウンド、左のジャブ、ダブルです。また左、ここで左がまた出ている。川島が距離を詰めようというところですが、左のフックは空振りです。左のフックは空振り、どうしてもね、スピードの差があるんで、はい、どうしても一発一発が低くなっちゃうんですよね、はい、また追い詰めていった。リオン・ルイスさんが両者を分ける。またここでクリンチラ、ボディを狙う、右のストレート、チャレンジャー、右動きが止まらないですね。止まらないですね、徳山止まりません。第10ラウンド残り20秒を切りました。ボディ左のフック、徳山ボディ左が右、川島が追いますが、どうしても星野さん、川島の追い足がどうしてもこう後追いと言いますかね、ここで第10ラウンドのゴング。4月に若くして亡くなった田中誠二選手の遺影が今その徳山の戦いを見守っています。さあ11ラウンド残すところはあと2つ。久保さん、はい、コーナーの徳山ですが、その遺影を10ラウンド終わった後ちらっと見ましたね。あ見ましたか。そういう意味で言いましても、まあ、まさに弔い合戦。
素晴らしいその気合、そして素晴らしいそのコンディション作り、まあ星野さん、はい、本当によくここまで体を作ってきたなと感心しますね、はい、徳山ね、大きな右を振ります。さあしかし川島としてはこれ畠山さん、先ほどお話もありましたけども、本当にこうなってくるとちょっと一発逆転狙いとしかできなくなってきますかね。そうですね、まあ、ポイント的にはやっぱり明らかに徳山選手が取ってるでしょうからね、まあ詳しいことは分かりませんが、右を伸ばしていく、追い詰めていってボディを打つが、これはダメ。久保さん、はい、そのあたりのところ大橋会長もですね、とにかく細かくパンチを出せという指示は出していますよね。はい、ローブローの注意を受けました川島。あーっとボディに発から右、どうしても距離を詰めさせません。徳山追い詰めていくが、これは空振り。またリーグの中央に戻りました。金沢秀夫会長がボクシングをすれば徳山が絶対に勝つと話していました。星野さん、はい、そういう意味ではここその徳山は本当に1ラウンドからこうボクシングをしている感じがしますね。ですね、一発は絶対に食わないぞっていうボクシングですよね。もう一度テープを巻き直します。チャンピオンの川島、また試合が再開されます。11ラウンドも間もなく半分を経過。ボディ、ボディから顔面、しかしいい形でのパンチはありません。チャンピオンの川島、左を伸ばす、右のストレートいく、右のストレートボディへ、なんとか局面を打開したいところ。チャンピオンの川島勝茂、大きな左、右のアッパーをフォロー。ここで潜っていって、あーっとまた前に出るところですが、ここですぐ体をつけられます。左のフック、右のストレートは空を切る、体を振ってくる、前に出ます、圧力をかけますが徳山しのいでいる。11ラウンド残り40秒切った。いや、畠山さん、本当にこうここら辺になってくると消耗戦という感じですよね。そうですね、大きく伸ばしていきます。また離れる、こういう戦いね、川島選手としてはチャンピオンとしては早いでしょうね。早いでしょうね、自分のボクシングもできないし、はい、うまいですね、やっぱり戸田さん。いや、そういう畠山さんね、駆け引きとか、ね、そういったその試合運びとか、ね、そのあたりのところのうまさというのはね、先ほどおっしゃってましたけど、ね、定評ありますもんね。さすが8回も覚えしたね。はい、ここで11ラウンド終了です。ガッツポーズでコーナーに戻りました川島です。さあ残すところあといよいよ1ラウンド、11ラウンドまでのパンチ数をご覧いただきましょう。徳山が411、川島239、パンチの数の上でも大きく上回っています。最後はにっこり笑いました、チャンピオンの川島。さあファイナルラウンド、最終ラウンドです。まあ勝負のラウンドです ね、川島前に詰めていく。ことで久保さん、はい、赤コーナー大橋会長ですが、はい、ここまでポイントはどうでしょうと聞いたら、厳しい表情でわからないなと一言でした。なるほど、久保さん、はい、青コーナーの川島、ああグラッとした、どうだ、スリップか、スリップか、スリップか、いや、今スイップしたかもしれないですけど、パンチ当たって倒れてるんだけどダウンです。これ仕方ないです。ダウンです。さあダウンだ。でもしかしどうですか、片山さん、どう聞いてますか。ダメじゃないです。ダメじゃないですか。はい、これは徳山選手ちょっと不運なダウンですけども、パンチ当たって滑っちゃったんで仕方ないですね。はい、ああ川島が前に出る。さあ川島が前に出る。最終ラウンド。さあ待ちくる。ボディ打つ。頭から入っていこうという徳山。徳山選手ダメじゃない。ダメじゃない。はい、大きく右を振る。左ノック、左ノック、左ノック三発。ボディを狙う。離れていこうというところ。ここでレフリーが両者を分けます。残り1分を切った。さあ2分を切っている。残り2分を切っている。もう川島選手は出たいですね。川島じりじりと前に出ていこうというところ。左を伸ばします。もう川島選手はここで終わらせるつもりでいかないと。そうですね、はい、あー手上げられた、バランスを崩した、大きな右、クラックを切る、
また下がる。1分半はすでに経過。マットがちょっと滑りやすいんですかね。なるほど、滑りますね。はい、あ、左、左だ。また行く、右のストレート、徳山の右のストレート、顔面に軽くヒット、交代していく、川島が前に出る。残り1分、大きいパンチ、でかいの当たらない、ここに来て、ものすごい大きいパンチ、いかないと。また行く、また右を振る、川島渾身の右、川島渾身の右、しかし空を切る、右ラッパー入ってくるところ、川島右、右のストレートを伸ばす徳山、前に出る、ワンツーから左を返す、ボディ攻撃、ボディ攻撃、残りは45秒、残り45秒です。右のストレート、なんとか離そうという川島、ようやく徳山が突き放しました。前に出る、左のフック、あーっとバランスを崩した、バランスを崩したが、これはパンチではありません、これはパンチではない、また接近、クリンチになった、両者を分ける、滑りやすいですね、リングは。クリンチリッと前に出る、右の左のフックは空振り、右のストレート、左が右を離した、徳山左交代する、足を使う、残り10秒、左を出した、ここでゴング、決着のゴング、判定に持ち込まれました。畠山さん、はい、いい試合でしたね。いや、近年まれに見る素晴らしい世界戦でした ね、はい、まあ、星野さん、はい、まあ、本当にあの徳山がですね、どういう体調で臨んでくるかというのが一つのポイントだったと思うんですけどもね、はい、素晴らしいコンディションだったですね。絶好調って感じでしたね、はい、それでは辰吉さんにちょっと聞いて、大橋アナウンサーから聞いてもらいましょう。はい、辰吉さん、判定にも連れ込みましたけれども、どっちでしょう。僕はジャッジじゃないんで何とも言えないんですけど、まあ、その結果が出た方にも普通に、まあ、勝敗はあるんでね、また何言うとんやわからなかった、まあ、見守るだけです。川島選手、流れを変えることはできたんでしょうか。できなかったですね。川島本人は多分不本意に終わったというか、うん、分かりました。さあ、判定の時を待ちます両者。日本人の選手が絡んだ世界戦のラバーマッチ、日本のジム所属の選手同士では史上初のこのラバーマッチになりました。川島勝重対徳山正盛。さあ、いよいよ判定、最後の決着の時を待ちます。今レフリーに両者が呼ばれました。さあ、これでリングアナがコールされます。ただいまの採点の結果お知らせいたします。ジャッジ阿部和夫115対112、ジャッジ宮崎久俊117対110、ジャッジジェームス・ジェンキン118対109、ビクトリー WBC 世界スーパーフライウェイトニューチャンピオン、マサモル、徳山マサモリ、ラバーマッチに決着をつけました。王座返り咲き、1年1ヶ月苦難の道を乗り越えて徳山がまた王座に返り咲きました。3対0ユナニマスディシジョン。田中誠二選手の遺影を掲げます。徳山雅紀 WBC スーパーフライ級チャンピオン徳山雅紀殿、あなたは2005年7月18日、はい、本当によくやりましたね。そうですね、まあ、ただここに来るまでの間にね、本人は人には分からないね、ものすごい血のにじむような、ね、努力をしてきたと思うんでね、はい、あ、奥さんのチェ・インさんの様子が映っています。星野さん、はい、単純に、まあ、その1年1ヶ月のブランク、はい、と言ってもですね、30歳になって王座の地位から叩き落とされて、それから這い上がってくるというのは大変ですよね。すごい根性ですね。星野さんも、まあ、返り咲いたわけなんですけども、はい、さあ、勝ちました
徳山選手には永谷園賞としまして株式会社永谷園永谷明代表取締役副社長から記念の盾と永谷園全商品が贈られます。星野さん、はい、返り咲きという意味で言いますと、はい、やはりあの最初のタイトルマッチの時よりも、はい、やはりどうですか、気持ちとしてはやっぱり違うものあるんでしょう。そうですね、僕もすごく気合が入りましたからね。それでは見事世界チャンピオン返り咲きです。奇跡を起こしてくれました徳山雅守選手です。おめでとう。ありがとうございます。しかし大阪のファンの皆さん、全国のファンの皆さんはすごい試合を見せてもらいました。でもやっぱり今日の試合を一番見せたかったのは今は亡き僕の戦友田中誠二君です。誠二に田中やったぞ。1年1ヶ月ぶりのリングでした。正直徳山ブランクセットというのもありました。不安はなかったですか。もう今回はほんまに自分のプライドを全てをかけて戦ったんで、もうそんなこと考えないで、もうただがむしゃらにやるだけでした。自分のボクシングをすれば勝てると金沢会長は言いました。その通り1ラウンドから自分のボクシングを展開しました。そうですね、ほんまに川島君の急成長ぶりには本当に驚かされましたけど、なんとか自分のリズムで最後まで戦うことができました。インタビューが続いていますが、WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、徳山雅守選手、見事に返り咲きに成功しました。解説は畠山貴則さん、星野慶太郎さん、ゲストは勝吉丈一郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。応援団の皆様、トレーナーの皆様、本当にありがとうございました。